良好総督不良校総督は中国政庁の地方長官の官職である。チャンス省、安記省、厚生省の総督として管轄地域の軍政、民政の両方を統括した。地方長官として最高位にあたる総督の中でも管轄下に南京を有する良好総督は非常に重要なポストであったが、同時に管轄下で起こった太平天国の乱に、 対応しなければならないと非常に難しいポストでもあった。この良好とはチャンス、暗記賞が新書には高難賞と呼ばれていたため、高難賞と高生賞を統括する総督と呼んだことに由来する。1866年からは、家中の外国防衛機構の監督も良好総督の管轄となったため、良好総督が内容通商大臣を兼任することになった。 総徳府は高寧城中部の官府街にある官王府の後に置かれた。1853年から1864年の太平天国の乱で太平天国軍に南京が占拠されると資料の高州禅はここを拡張して国際式に輝く天皇府を建設した。1864年に太平天国が崩壊して天皇府が破壊されると祖国藩はここに 昔ながらの総督府を再建した。1909年には南京城内を通り抜ける寝イカ鉄道の駅がここにできた。侵害革命が起こると、1912年にはここに中華民国臨時大総統府が置かれ、1927年から1949年にはここに国民政府と中華民国総統府が置かれた。現在は、 南京中国近代歴史遺跡博物館となっている。ありがとうございます。